岡本厚夫は小樽市出身の歌手、武蔵野音楽学校声楽科卒業、日本コロンビア所属。1946年にラジオ歌謡のホームソング、朝はどこからでデビューした。この曲は当時、敗戦直後の日本を励ますために、朝日新聞が企画した検証応募曲である。明るいその曲調から広く親しまれ愛称された曲である。 抜群の伸びのある美声と正統派の歌唱で戦後の歌謡界で活躍した。1949年の街の演歌誌の小ヒットを皮切りに流行歌のヒットが増えていった。ちなみにこの曲の作曲者は、八州秀明で岡本厚夫にしては珍しい演歌である。そして、白い花の咲く頃の大ヒットや、チャペルの鐘、憧れの郵便馬車などのヒットを経て、 1954年にリリースした高原列車は行くは爆発的ヒットとなり現在までの岡本厚夫の代表曲となったその後もピレニエの山の男自転車旅行和ードスキーヤーなど様々なヒットを飛ばした多くのラジオ歌謡を吹き込んだことからミスターラジオ歌謡の異名を持つ NHK 紅白歌合戦に7回出場している船木和夫の大ヒット曲 高校3年生は、岡本の吹き込みを想定して作られたものである。また、歌手活動の傍ら音楽教師としても活躍。1980年から84年には、日本歌手協会の理事長を務めた。1995年には、戦後50年及び自身のコロンビア専属50年を記念し、同じく専属50年の並木道子、池ま子と共に新曲を発売し、 日比谷公会堂でジョイントコンサートを行った。80歳を超えても思い出のメロディーやテレビ東京の夏メロ番組へ出演。2007年9月18日に脳梗塞のため入院するも早期発見が幸いして投薬治療で回復。翌2008年1月21日放送のラジオ深夜便で仕事復帰した。2010年頃からは心臓の不調もあり、 仕事から遠ざかっていたが、2012年8月10日放映の懐かしの昭和メロディへ出演。約2年半ぶりのテレビ出演となったが、これが生涯最後の仕事となった。2008年第50回日本レコード大賞で厚労賞を受賞。2012年12月28日、脳梗塞のため東京都内の病院で死去。88歳没。ありがとうございます。